え皆さんこんにちは、えー、ただいまご紹介いただきました恐竜予防薬研究所の山田豊海です本日は大変貴重なお時間にお招きいただきましてありがとうございます、えー、私の話をで一人でも多くの方に聞いていただきたいということを強く願ってきました日本は今深刻な未曾有の危機の中にありますあのー、現代日本の医療費っていうのは年間で40兆円弱です 昭和三0年の時っていうのはわずか2300億円だったんですねそれが人口が当時8000万人今は1億2000万人ですから1.5倍増えているわけですから医療費が1.5倍増えたっていうんだったらわかるんですけどもなんと150倍増えているわけですで、国家予算は44兆円ですから40兆円という医療費はまさに異常な数字であるしでこれがあと10年もすれば60兆円になるという言われている 日本のいろんな面でその危機環境的な危機はありますけども日本を再生する鍵は健康問題です実際今アルツハイマーという認知症の人ですねが450万人いますそれからがんは3人に2人がんになっていますで2人に1人ががんで亡くなっています糖尿病は2500万人います赤ちゃんはアトピーで生まれてきます生まれた時からアトピーで生まれてきますあれは喘息だとかもっとひどいのは精神疾患ですね 今年間3万人以上の人がずっと自殺をしてきた昔は自殺なんてことはもうめったなことではなかったよほどひどい状況ではなければ人は簡単に自殺なんかしなかった今簡単に自殺するそれを治癒する神経科の医療も逆に自殺を増,増幅させる間違った医療を行って平然としてますもっと言うと親が子供を殺します子供が親を殺します あの遺伝子の研究してるとよく分かるんですけども生命っていうのは何を一番優先するかっていうと子供を作ることです人を残すことです親が子供を殺すような世の中っていうのは世も末です日本の今のありあよを見てるとですねその以前は世界で日本人っていうのは尊敬され敬愛されてきました民族優れた民族でした優しいし精神的に強いしエネルギーもあるし 何よりも健康だった心も体も健康だった今の日本人は世界で恥ずべき諸教ですなんでこんなのになってしまったかというと医学も栄養学も農業もすべてが生命が何かを分かっていないということにつきます私細胞環境全学ということを提案してるんですけども元々我々の生命というのは細胞一つの細胞が海で誕生するところから始まったんですね でこういう高等生物になっても細胞の機能が生命を維持してるっていう原則は全く変わりません、えー、その細胞が60兆個もあってその細胞の共同作業で我々は健康な命を作ってる病気になっ,たなったとしても常に治は細胞の共同作業で治癒が促進される病気を治すものは病院でも薬でも医師でもありません細胞の健康な細胞のありようだけです 俺はそういうことは分かってない生命とは何かを知るっていうお話をしたいんですけども